皆さんこんばんは。メイドルのりったんこと河野りさです。今日はえみかちゃんはいませんが、りさでやっていこうと思います。よろしくお願いします。さっきはえみかちゃんとインドアXチャンネルのコミュニティの方でやらせてもらいましたが、はい、どうでしたか。あ、和骨ありがとうございます。こんばんは。さっき来てた人もいるのかな。あ、いますねこんばんは。和骨引き続き行中帝国から来ました。はい、えみかちゃんはもう帰ってしまいましたので、リサで一人でねやっていこうと思います。この未知の味石炭ラムネも一緒にいます先ほどから引き続き。これ意外となんか石炭の味は分かんないんですけど、普通に美味しいです。うん、普通に美味しいからこの一緒に飲みます。ん、りったん大丈夫。何がですか。大丈夫ですよ、元気ですよじゃあ柳田の悪口大会いやしないですよ、みんなひどいよこっちはね冷房が切れててすごくまた暑くなってますが、最後までね、最後の30分間ですがよろしくお願いします。暑い、メイド服が暑いのこれ首もきついし。あ、こんばんは、こんばんは。夜遅くまでありがとうございます。ゲームはね、いいところまで進めときましたのでん？柳田のせいで台所に G が出てさっき格闘しました。なんでエミカちゃんのせいなんですかやだよね、やだよね。うちまだ今年一匹も出てないです。出たら本当にもううち飼いたくないリタン共和国は今日も熱帯夜なんですが、そう熱帯夜ですね、暑いね。しかもね、リサの部屋扇風機しかないんですよでもね、意外とうちなんか周りに森とかあって風が涼しいんですよ。風が結構まあぬるい風ではないですけど、まあ、まあまあ良い風が吹きますなので扇風機でリサ頑張ってます。うん、リッタン共和国に G はいません。いませんよね、はい、いません。リッタン扇風機似合う嬉しい。そう、クーラーとかさ、しかも喉とか痛くなっちゃいません。なんかずっとつけてるとね、コンビニとかね暑いのでさって入るとわー涼しいってなるけど、ずっといると寒いしね。リッタン虫より弱そう失礼なでも G はね無理ですね、逃げちゃいます。うん、行中帝国は G 増殖中でえ、増殖してるのですよね。エアコンはきつい。そう、エアコンは寒すぎるし、夏は暑すぎるし、本当にね嫌いなの。本当にね夏嫌いなのね嫌ですよね。ということでね、自己紹介しようかな。これはねゲーム枠なんで、ゲームをね見に来た人もいると思いますが、こんなメイドがいきなり出てきてそう、春と秋が一番いいね。そう、でもリサね春花粉症なんで秋が一番いいです。しかもリサ10月生まれなんで秋が好きです。誕生日もあるし。うん、ということでね、まあ自己紹介といっても最近はブログも更新してないしちょっとね頑張ります。ブログは頑張ります。じゃあせめてね、ライブはねちょっとまあまた休止中っていう感じですどうしてもね、ライブ行きたいって人がねいっぱいいたら考えますけど、いっぱいいないんだもんね、いたらね、秋葉とかねいいよね。秋葉で、最近秋葉も行ってないし、秋葉でライブやりたいな。うん、ツイッターには柳田さんも出ることになっているが、そう、なんかねちょっとエミカちゃんは、はい、事情により変えてしまいました。あとでお仕事とかがあるのかもしれない柳田は勝ち誇って帰ってしまったのか。いや勝ち誇ってなかったですよ、普通に申し訳ないですって言って帰ってきましたがはい、エミカちゃんいないですけど来てくれた人はありがとうございます。
頑張るぞはい、ということでですね、ブログはね、さっき更新したんですけど、なぜかね、あのね、アメンバー限定でなんかね更新しちゃったみたいであのね、別にアメンバー限定で更新する予定なかったんですけどね、なんか更新しちゃいまして、あのちょっとこっちパソコンから見れない形になってますはい、見た人いますか？アメブロね、そうアメンバーにならないと見れないんで、ブログをね、ぜひ一旦ブログで探してください。河野里沙とか、後で上にまた書いてもらうのでよろしくお願いします。はい、さあ夏はね、そう夏休みのことちょっと書いたんですけど、今年は花火も行くし、プールも行くし、海も行けたら行くし、お祭りもね、そう花火とお祭りってセットだから、お祭りと花火&花火みたいな感じで行きます。お祭りの定番はって毎年聞いてるけどね、ん？あ、限定で書いたら告知になってない。そう、せっかくニコ生の告知書いたのにね、そう、アメーバー限定で書いちゃいました。間違えちゃった、うん、あ、広告設定されました。リタン共和国民さん、メイドさんがポケモンをやります。お前ら見に来い。おー、ありがとうございます。いいね海は PV 撮影でね、PV 撮影、そうだね、海でやれたらいいね。私も海でもね結構焼けちゃうからね、ちょっと苦手ですうん、何の話言ったんだっけな。そうです、はいその格闘探偵団のねイメージビデオもすごい楽しみです。これからどうなるかね、まだ有沙は決まってん、聞かされてないのでね、何をやられるのか、熱々おでんを食べさせるのか、バンジージャンプをさせられるのか分かりませんがうん、虚弱体質、体弱くないんですけどね、熱いのとか嫌なんですよファンのみんなに海に突き落とされる柳沢みたいなそうね、エミカちゃんもね、ね、いっぱい話に出てるからね、一緒に撮影するのかな。まだそこら辺もリサは聞かされてないんですがね、みんなでやったらワイワイして楽しいかもしれないですね。はい、ということで、うん、そう、柳田さん愛されてるんですよ。みんななんかね、エミカちゃんの前でね、なんか悪口というかね、ギョードルとかなんとかってね、いじってるけどね、他のエミカちゃん出てない番組ではね、今日はエミカちゃんいないのとか言って、みんな実はエミカちゃんをね頼りにしてるというか、楽しみにしてるというかね、っていう感じですよ。みんなツンデレだなはい、今日はね、リアル柳田はいませんが、あのゲームの方でエミカちゃんを、柳田をね、一緒に成長させていこうと思います。あのキャラはいないとなエミカちゃんほんといい子だからね、みんなの無茶ぶりもねちゃんとねやってくれるし、ほんとにいい人ですよ。ちゃんと感謝してくださいね、みんな一人になっちゃったからね、寂しいですが30分頑張りますよ。好きな子をいじめるあれか、てんてんてんね、そうですよ、絶対そうだよ。エミカちゃんのことみんなねいじめてるだけでね、本当はねライブの話だとかねしてるしね、いい子なのか本当に頭がてんてんてんなのか、バラバラなんだそれ全然そんなことない。はい、ということで早速、あれがないのかな。はい、今日はね暑いですよみんな外も暑いのかな、ここ室内もすごい暑いんですけどね、頑張っていきます。そうだ、ゲームすごいいいところまで進んだんで、みんなにいいところを見せようと思っていいところで止めてあります。バッチリですよ。早速じゃあゲームいこうかな。ね、暑い？暑いですか？暑いよね。やだね。頑張れ、リッタン。お、ありがとうございます。え、今週もずっと30度超え？うそん！やだー。30度超えか。30度超えか。やだなー。秋になってほしいですね、早くね。夏もプールとか行けたらいいですけどね。今年はね、行けるんですよ。皆さんも
友達ができましたちゃんとプールに行ってくれる友達がいるのでね、エビさんにも。レッタンはお台場行かないの？お台場？あ、さっきリッキーさんがなんとかって言ってましたね。うん、なんかそういうのは行かないですけど、なんかダイバーシティだっけ、ダイバーシティっていうね、そこなんか友達が行ったらしくて、なんかすごかったとか言ってたんですよ。なんだっけ、サーティワンね、すごいね、カフェのサーティワンっていうのがあるらしくて、すごいオシャンティーなね、あの何サンデーキラキラの可愛いやつとかケーキとか出てるらしいので、それを食べに行きたいなと思ってます。うん、リッキーの巫女さんの仕事ないのか。そう、リッキーの巫女さんの仕事はね、言われてないですリッキーさん何してるのかな、ブログまたチェックしてみようかな、久々に。リッキーとマロンがニコニコ神社に出てるのか。あ、また出てるんですかね。リサはその辺ちょっと詳しくないんですが、知りたいです。見た人はぜひ教えてください、ブログに書いてください。うん、リッタンとプール行きたいね。プールにさ、泳げないからずっと浮き輪で浮いてるだけですよ、けど何するわけでもなく、リタンの巫女さん見てみたい。うん、巫女さん着てみたいです。リタンもメイド服暑そうだな。暑いです、これね、首まで締まっててワンピースみたいに、しかも腰がギュッてしてるから風が通んなくてすごい暑い。毎日お台場で滑ってるよ滑ってるんですか、リッキーさん。仕事来たら巫女さんやる？リッキービンタできるよなんかあれさ、リッキーさんのことなんか殴りすぎたからもういいですよ、それは。うん、メイド服でリッキーに会いに行こうね。リッキーさんまたね、ニコ玉一緒にやりたいですけどね、元気なのかどうなのかで知らないですはい、ということで早速ゲームをねやっていこうと思います。今日もこんな大きい画面で、リッキー今日本え違うの、はい、大きい画面でねやっていこうと思います。よいしょ、早速ね、あっ、びっくりした、アナリーダを見せたいと思います。ほら、経験値あと半分ぐらいでね、16です。いい感じでしょ。白井さんがまだ7なんでね、もっと強くさせたいです。早速戦います。うん、トゥルル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 ル、いい感じ、体力だけ、柳田強い、そう柳田強いの、やる柳田倒しませんよ、柳田すごい強いからね、なんか新しいポケモンどうしようって感じ。ほらね、いい感じ、いい感じ、柳田そう強いから、もうなんかレベルもね、一人だけ強くなっちゃうから困っちゃうかな。じゃーん、うん、今日の柳田と同じ髪型だな。あ、そうだね、ここやってたね、エミカちゃんのあれ可愛かったね、このオレンジのリボン。可愛いポケモン縛りだっけ。そうです、可愛いポケモン縛りです。可愛いポケモンしか捕まえないっていう縛りをやってます。勝ちました。おや、柳田の様子がいいとこ見てるよ、みんな還暦だからオレンジ違いますよ。ほら見て見て、ちゃんと見ておお、きたー、柳田ベリーフに進化したぞ、進化パチパチ、おお、あ、お母さんから出ましたはいはいはい、柳田が伸びた、おお、パチパチもありがとうございます。きたー、きたよ、見ます、あ、間違えた変なボタン押しちゃう癖で、じゃん、60回記念進化、そうかもしれない、お母さんどう、柳田オスオスだけど柳田です、結構ね強いのでね、これが白井美穂呼び捨て
まだレベル7なの。メドクとリッタマンはまだまだですよ。で、これ卵、これリキアン。どう？かわいい。ちなみにリキアンメスです。太ったな柳田。そうですか。全然そう思わなかったですけど。お母さんもメイドさんですか？いや、お母さんはね、メイドさんじゃないです。普通のお母さんです。白井さん逃げたって何？あ、待って、卵の様子。時々中で動いているような。生まれるまでもうちょっとかな。これ何が生まれるんでしたっけ？トゲピーだっけ？トゲピーも可愛いからね。可愛い縛りには大丈夫ですよね。リッキーはニコニコ神社で見れる。滑ってるだけ。あ、そうなんだ。やっぱりリッキーさんニコニコ神社やってるんですか、今回も。でさ、じゃあいつか、いつか見に行く。毎日いるんですか、ニコニコ神社って。リッキーさん全然知らない。トゲピー、やっぱりトゲピー。よーし、続けます。あー、懐かしい。なんかあれだよね、ヤドンの尻尾みたいなやつだよね、これ。あ、ヤドンの井戸、別名雨降らしの井戸。この地方ではヤドンがあくびをするためにたびに雨が降ると信じられています。実際400年前の日照りの時、みんなを救ったのはヤドンがあくびをしたからだと当時の記録に書いています。これなんかヤドンの尻尾切って売るみたいな、なんか残酷な事件あったやつですよね、確かね。町からヤドンが消えた。どこぞではヤドンの尻尾が売られているという話だし。ほらね、懐かしいねこれ。うん、8月いっぱいいるみたい、いない日もあるけど。これはリッキーさんのことですよね。うん、ニコニコ神社にほぼいるよ、木金とライブ以外。あ、そうなんだ。みんなリッキーさんのファンですね。そんな詳しいの。なんだかんだ言ってリッキーさんのこと大好きだな、みんな。ツンデレツンデレ。あとライブの日も休み。うん、あ、木曜と金曜はお笑いの授業で休み。うん、そうなんだ、みんな詳しい。これどこ行くのか忘れちゃったんですけど。炭職人の小屋。まあ、とりあえずなんかいろいろ行ってみます。行くときはキムチラムネ持って行ってあげてね。あ、それいいかもしれない。いいねそれ、リッキーさんならね、いいかも。全然いい。リッキーはリッタンに会いたいらしいよ。嘘だ、リッキーさん、リッタンのこと覚えてるんですか？きっとリッタンがいたらリッキー喜ぶぜ。そうなの？缶の蓋でいい。お土産？お土産缶の蓋でいいの？アロケット団。君、ヤドンの尻尾知ってる？わさだけは美味しいらしいね。こんないいこと教えるなんて食う、俺っていい人。なんだっけ、これどうやって解決するの？先行けばいいのかな？こっち？ケイト抜けるとウバメの森。こっちは地域止まりか、木止まり。あれ、うん、わさび寿司とキムチラムネはセットで持っていこう。懐かしい、それもあったね。なんか わさびいっぱい入ってるのね。あ、ここか。よし、待ってろ、ヤドン。男ガンテッツが助けたるぞ。あ、行っちゃった。おじいちゃんどこ行ったの、私寂しいよ。幼女が置いてきぼりやで。神社で宣伝したらリッタンの人気上昇するよ。そうかな、神社にリッタンのサインよ。髪が少なかったな。リッキーさんのこと。そうだっけ。もうね、リッキーさんの顔も忘れたかも。あ、ほらね、合ってた合ってた。これ懐かしいね。いいとこで止めたんだね。うん、ひでえ。ちょっとリッキーさんのブログさ、この間みんなが書いてくれたじゃん、あのここにさ、コメントにさ。あれさ、アクセスしたんだけどさ、また忘れちゃったんだよ、ブログ。リッキーの髪の毛少しずつ減ってる。ガンテッツ、お、リッタンか。上で見張ってたやつは大声で叱り飛ばしたら逃げよったかな。弱いな。わしいるから落ちてしもって腰を打って動けんのじゃ。そう、元気ならわしのポケモンがちょちょいと懲らしめたのに。まあええ、リッタン、わしの代わりにトレーナー魂を見せるのじゃ。
これいけるかな、柳井田しか、あ、間違えた、また間違えちゃった。なんかここを押すと赤くなるんですけどちょっと力也育てるか、あ、白井さん育てるか、どうしよう。だけど柳井田無双でいこうかな、やっぱね、エミカじゃやっぱ強くないといかんね、こん中でね。どうですか、やっぱエミカちゃんですよね。戦いますよ、じゃん。あ、リッキーのブログありがとうございます、さすが。ちくしょう、上で見張ってたのになんだあのじいさん、いきなり大声出すから驚いて井戸に落ちてしまった。えー、うさばらしい、お前をいじめるとするか。いじめられちゃおう、割れたお椀だっけ。あ、そう、なんかそんな感じだったよね、なんか冷めた味噌汁じゃなかった違ったっけあ、そう、冷めた味噌汁だよね意味わかんない、冷めた味噌汁。リッキーブログ最近よく更新してるよ、リッキー。あ、そうなんですか、なんかブログあんま更新してないってさ、イメージだったんですけど、更新してるんだ。リッキーは幼女を触る性癖が神社で見かけられるんだがまた幼女になんかちょっかい出してるんですか、リッキーは。ロリッキーロリッキーね。ねえ、なんかこのさ、柳井田の後ろ姿めっちゃ可愛いんだけど、目めっちゃキラキラしてない、超可愛い。あ、リッキー逮捕だなじゃあ分かった、今度お台場行ってみますよ。ねえ、リッキーさんでも会ってもね、何やってるんですか、なんかお笑いやってるんですか、リッキーさん。全然わかんないんですけど、ブログ見ればわかりますかね。うん、手錠も持ってく、かわいいね、リアルの柳田と違って。嘘、笑、みんなユミカちゃんのことかわいいと思ってるくせに。リッタもお台場で見たい リッキーさんのブログじゃ後でチェックしますよ。ニコニコ神社のスタッフさんだよ。あ、そうなの、へえ。じゃあ行けたら行くわって感じで納豆大量に購入したらしい。あ、そうなんですか、リッキーさんですかあ、来た、女の人かな、だよね。じゃあ私たち全員を倒してごらん。ロケット団なんか可愛いよね可愛い。ポケモンさ、絶対さ、ズバッタ とズバッタとさ、コラッタだよね、絶対うん、捕まったリッキーさん、リッタンがリッキーにカツ入れてやって喉を痛めてるから。あ、そうなの、幼女はいねえかと呼び込んでるリッキーさんどんなキャラだっけ、そんなキャラだっけロリッキーだっけ負けるな柳田。あ、やばい、効果抜群とかやつだ。大丈夫か、頑張れよ、頑張れよ、頑張ろう、行こう。ロリッキーわらわら、え、ロリッキーって言われてたよね、みんなにね毒タイプ相性悪いのか、どうしよう、やっぱ柳田無双はやめた方がいいのかな。柳田頑張れ、ちょっと変えちゃいましたそういえばリッキーの顔忘れたですよね全然覚えてない。なんかさ、なんかアヒルのさ、かぶり物してるやつわかります、アヒルのかぶり物してるさ、リッキーさんなら思い出せるんだけどさ、リッキーは仕事しろね、なんかさ、動画にさ、あるじゃん、ニコ動かさ、 YouTube にさ、あれならさ、見たことあるんだけどさ、うん、リッタン行ったら絶対喜ぶよ。そうなの、じゃあ行ってみようかな。なんだっけ、木曜日と金曜日とライブの日以外いるんだっけね、あったね、アヒルの被り物あったね、あったよね。そうそう、それを思い出したの。あれ似合ってたよね似合ってたよね。あと5分、あ、ポケモン終わりにしよう、締めに入りましょう。あ、なんかこれゲットしてからにしよう、イエーイこのなんか、この宿にいる中でちょっと続きが気になるいいところでセーブしますね。はい、セーブして戻って
傷薬ゲット、はいゲット、はい、セーブしたのでね終わりですね。こっちですか。はい、りったん行ったらみこにスカウトされる。本当やりたいね。みこさん似合ってた、似合ってたよね。かぶり物も持っていこう。なんだっけ、かぶり物でしょ、缶の蓋でしょ、キムチラムネでしょ、わさびのお寿司でしょ。いいね、4点セットでじゃあ行こうかな。うん、ピッキーにメイド服持っていくと来てくれるよ。本当じゃあメイド服も5点セットね。リッキーに会って何か得るものあるのか分かんない。皆さんも分かんないです。分かんないですね。じゃあまたニコ生来てよって呼ぶぐらいですよ。お疲れ。はい、ありがとうございます。最後までね。ぴったんみこ見たい。本当みこさんやってほしい。絶対会いに行くけどな。ね、みこさんやりたいよ。どうやったらやれるの、スカウトされるの、行こうかな。得るものはてんてんてんない。ねえ、ニコ生ね復活したらねいいけど、そのままそれを PV 撮影でやろう。どれ、ニコさん、うん、あれポケモンどこまで行ったんだ。ポケモンはね、あの1人目のバッジをゲットして穴を抜けまして、ベイリーフ、あ、柳田がチコリータからベイリーフに進化しまして、それからなんだっけ、うん、あ、今ヤドンのな、ホラーなんだっけ、なんだっけに来ました。はい、運営さんにアピールすればミコになれるわ。マジですか、どうやってアピールするの。教えて教えて、ブログに書いて、ブログチェックしてください。ブログで何かコメントとかください。それでお台場一式あと3分、あと3分、下地リタンをミコに、ん、下地リッキービンタすれば一発でミコになれる。そうなの、いきなり行っていきなりパーンってやったらでもびっくりだよね。でさ、やばい人になっちゃうじゃん。ねえ、王妃様、お母さんによろしくお伝えください。あ、下地はニコニコ神社の運営さん、あ、運営さん、はい、お願いします。はい、これ見てるかな、見てないよね。前歯くらい折ってこよう。あ、残り2分。はい、リッター目黒上野です、よろしくお願いします。多分じゃあ今日家帰ったら更新するんで見てください。最近更新してないからね、人が見に来ませんが。巫女は日当1万円だけど大丈夫、え、もらえるんですか。いや全然いいですよ、頑張りますよ、頑張る頑張る。ひもじいさんにツイートしてみる、リッター巫女。リサツイッターやってないんだよ。え、じゃ あブログをさ、この人めこさんやりたいってとか言って言ってみてくださいよ。え、お願いお願い。やってほしい、できる人いたらお願いします。リサやりたい、おすすめしとくね。本当、あ、超嬉しい、ありがとうございます。見てくれてる皆さん、今日はね、うん、いつもゲームワークはね、あの少なめの人で頑張ってますが、今日はコメントもいっぱい来たし、来場者数もね、あれですね、あの広告してくれた人もいますし、増えたのかな、ありがとうございます。よければねまた見てください。ポケモンなんかなかなか30分じゃ済まないから頑張る。うん、リッターいつの間にか乗りない。そう、ポケモンの話とか自分の好きな話になるとちょっとはしゃいでしまいます。はい、俺らがリッツ取得、ありがとうございます。柳田もバーターで見越してあげようよ。ね、ほら絶対柳田ファン出てくるこれで。ね、エミカちゃん、ドリさん、ミコさんがいい。あ、残り30秒、絶対リッキービビるだろうな、リッターミコ。ね、あ、じゃあそういうわけでよろしくお願いします。ツイッターって登録してなくても見れます？見るだけだったらそのリサ見に行くからよろしくお願いします。ブログにさ書いてください。うん、ツイッターやれたらやります。残り20秒。はい、柳田がバーターなので。バーターじゃない、見れるを。ほんと、じゃあ見ます。あとでじゃあツイッターいろいろ見ます。お疲れいったんです、こっちの挨拶は。お疲れいったんですよ、お疲れいったん。またね、バイバイ、また来月会いましょう。